昨日は久しぶりにそのアルバムを1から6まで全部流して聴いてみたんですよ。普段は各
一個ずつこう飛び飛びで聞くことがあっても1から6まで全部通して聞いたんですね。自分で言うのもなんなんですけれども、めっちゃいい。めっちゃいいんですよ。あの一つの、まあ、ジャンルで一括りになってるんですけど、いい意味でそれぞれがバラバラというか、今みたいなチャチャラチャってやってると思いきや、見せてあげる、めっちゃガールズなダンスのあったり、そしてね、その聞き見どころっていうとかがありまして、隠れミッキーならぬ隠れラッキーがいるんですよ。結構ブンブンビートっていう曲で、ガチでね、あの隠れられてへんけどガチでラップ歌ってるっていうね。歌ってますよ。歌ってます、ね、隠れラッキーですよ。そうなんです。ありがとう。お金払いに行くからな。分かってるぞ。よし、 OK、 ありがとう。あと It's a Showtime、 普段ライブではないんですけど、アルバムだけになんか最後ね、なんか言ってますよね先生。いや、あれはね、言えって言われたんですよ。なんか、なんか終わって、もう次飛ばそうかなって思った時ぐらいに入るんですよ、なんかセリフが、うん、なんかセリフ入るの、どんなんだっけな、なんかちょっと忘れましたけどね。そうそう、なんかゴーゾーンみたいな、なんとかライブクーズー言うてんの、自分でもめっちゃダサいんやか。あかわ思いながらね、すいませんでした、はい、ちょっと気になるでしょ、はい、まあ、もう持ってるっていう方ももう一回聞いてほしいんですけど、持ってないっていう方もぜひね、手に取って聞いていただけたら嬉しいです。